どうも皆さん、マルチゲーミングクラブホームのクロと申します。ということで、マリオサンシャイン、続きをやっていきたいと思います。今回はタイトルにもある通り、いかがわしいイカが復活したね。見えてると思うが、あいつだ。だからあいつを、オッケー、あいつしばきに行くから今から。どうやって向かえばいいんだあれ。これ引っ張ったことするんですか。あったよね。すげえな。さあ久しぶり。ごめん。ちょ、さっき。オッケー、2個目。はい。はい。あ、痛い。そのまま行ってみる。行けちゃうでしょ、これ。はい、痛い。オッケー。2回攻めだ。さあ、来い。ちょっと待ってよ。よし、おお、帰ってくるんじゃないぞ、お前。オッケー。
ああ、一時離脱となったけども、なんとかいけたね。よかったよ。あ、これそう、向こう何向こう。え？あ、勝手に社員の方向いちゃうんだけど。あれさっき、あんな。あんなところなんかあった？あれ？またちょっとなんか気になるね。よっしゃ、ゲイだな。オゲイ。いやー、ボス月走は2回あるんだよ。で、ボスパックも確か2回あるんだよね。え、なにこれ。ちょっと気になるところだけど、今回はここまでにしたいと思います。なにあれ、これ超気になるじゃん、あんなの。まあ、次回あれ乗っていこうかな。ちょっとどこ行くか忘れちゃったけど、はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。